あと残ってんのは？うん？みんな頑張ってるんだ。僕もちゃんと悪をしなきゃ。でも、ここがなくなったら。ダメだ！何しとんねん自分！よく、よくちゃん、よく兄さん。おとね、まいね、かなし、うたの。たく、もうちょっとで初の作戦大成功って時に地元担当がサボってるとは。さあ、こうしてお姉ちゃんがも応援しに来てんねん。ババンババンと、ええとこ見せてーや。でも、とじゃあ、歌のがやってあげる。ダメ！え？え？よく？ダメだよ。だって、梅の湯さんが亡くなったら。僕とお母さんの思い出が、思い出がなくなっちゃう！よく。僕、まだ小さかったから、他にお母さんとの思い出がないんだ。だからお願い、ここだけはそっとしといて。これで人間ちゅんは結構しつこいね。一つでも残したら、そっからすぐに風呂文化を復活しよる。願いは、言い詰められへんな。でも、例のもしともあれへん。ほんなら聞くけど、そのおかんが自分らに一番望んでたことはなんや？それは、早く一人前の悪になること。そういうこっちゃ。それやったらつまらん感情なんか捨てて、このチャンスに天国の両親を安心させたった方がええんとちゃうんか？そやないとな。シリーズも残しとこ、あと3回運よく大ヒットして、続編ができる保証はないねんで！ 3 回仕方がない。え？よくには気の毒だけど、悪魔子の言うことも一理ある。ような気がする。あなたができないのなら、私たちが、待ってだったら僕がやる。せめて僕の手で。よく。ごめんね、お母さん。でも、これも悪のためだから。これでいいんだよね。土のエレメンタル！なんだバンダイ生活25年、ここんとこ客足もさっぱりだまし、店を畳むにはいい機会なのかもな。ちょっとあんた、いやー、お見事。本当によかったもん、母さん。これでようやくうちの苦労も報われたというもんや。うわっ、これは。ビッグニュースです。都内某所に全国民が望んでやまなかった源泉が湧き出しました。久々のお風呂を求め、梅の湯には続々と人が詰めかけています。ビバお風呂、クビーラブユー！やっぱりお風呂は最高だー！ほんま、しぶとな。よかった。やっぱりお母さんも、ヨクとの大切な思い出をなくしたくはなかったのね。また魂ちゃんグッズ買ったの？しょうがないでしょ、ファンは買わなきゃいけないのよ。いよいよ魂ちゃんがゲームか。君はいくつの魂を手に入れられるかな。やだ、買わなきゃ。すごいな、私たちも魂ちゃんみたいに売れたらゲームやアニメになって有名になるのにね。え？キャラ違うって。
フェロモン売れ。説明しよう。このザッツこそは日本のオタクマーケットを支配し株価急上昇中の常に世間を騒がす巨大メディアミックス会社なのだ。メディアミックスよ。ここを制すればラブフェロモンは確実に売れるわ。へえ。まずはラブフェロモンアニメ化よね。いい？私たちがアニメ化されたらどうなると思う？どうなるの？世界中のちっちゃい子供たちに大人気になっちゃうのよ。楽じゃないわね。カオルコお姉ちゃん、僕肩揉んであげる。あ、ずるいな。僕も揉みたい。僕おっぱい揉む。あ、こらこら喧嘩しないの。なんで並んで。これはあれ、あれだわ。行きましょう、アイミ。おい、来た。